久保さん。いや、山本太郎さんの名前を付けると、何でもまあまあちょっと再生されますね <laughs>。山本太郎さんすごいですね、はい。うん。まあでも山本太郎さんってまあ、その、昔のなんかし、あれですよね。なんかあの、昭和というかなんか、なんか、あ、あ、何ですかね。あれですよ。 あの、ラグビーの映画。なんかラグビーの映画に出てきてもおかしくないですよね。うんう。でも今必要なのって何だろうな時代がなんかその、うん、なんかね、AI のロボットもいっぱい出てきて、で、便利なものもたくさん出てきてしまって、なんか別にもう人間必要ねえんじゃねいみたいな。 なんかその人間臭さが僕はこれから大事になってくるんじゃないかなと思いますね。逆に言うと、令和だからこそ昭和みたいななんか、なんかそういうのが必要なんじゃないかなとは思いますけどね。うんまあそれがなくてもね、まあまかり通ってる部分はあるんだけども、うんなんか、それが今必要なんじゃないかなとは思いますけどね。 うん、もし必要じゃないんであるならば、山本太郎さんの言葉っていうのは誰にも響かないだろうし。うん、でも、ある一定の人に響いてるっていうことは、まあ必要なんじゃないかなと思いますけどね、うん。まあ僕もある一定の人に響いてるんで商品売れてるんですけど。<laughs> やっぱこれからはもうね、もう、なんか人間味みたいのがないとダメなんじゃないかなと思いますね。うん なんかね、全部ロボットがやっちゃってね。まあ、逆に言うとロボットの方が人間に出てくるみたいなね。<laughs> ま、どっちがに、本当の人間なのかっていうのがね、わかんなくなってくる時代にもなってくると思うんですよね。まあ、僕が生きてる間にそれがなるのかわかんないですけどね。人間より人間らしいロボットみたいなね。い <laughs> ってらっしゃい。